한편 수많은 사람들 사이에서도 아름다움으로 단번에 시선을 사로잡은 한 사람. 강지영 씨의 모습도 만나봤는데요. 이번엔 영화 킬러 그녀를 통해 그동안의 드라마와 영화에서 보여줬던 모습과는 다른 과묵한 캐릭터로 완벽하게 이미지 변신을 보여주었다고 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. とても 華やかな レッドカーペットを参加させていただいて、どこよりも早くこの韓国で一般の方に見ていただけるということで、非常に嬉しいです。ありがとうございます。一言で言うと、悲しい寂しい映画です。映画祭で参加するのは韓国で初めてだったので、とても緊張もしましたし、あとはすごく感慨深かったっていうか、もうなんか戻ってきたぞみたいな、そういうのもあったし、あと本当にファンの皆さんがたくさん迎えてくださってすごく嬉しかったし、自分の主演のっていう映画の映画でこうやって参加することがまた本当にすごい意味があると思うし、この作品も何よりこの韓国で誰よりも、まあ、日本の皆さんよりも早く見てもらうことがまたすごく自分の中ではなんか違う意味で嬉しかったっていうか、はい。韓国ファン여러분들、이번에킬러그녀가한국에서제일먼저상영이되었는데요。일단은부천영화제에서정말뜨거운반응이있어서저도너무기쁘게생각하고，그리고정말일본에서이렇게소중한스태프들과여기에같이와있고또이렇게배우님들과여기와있는게너무뜻깊은데요。앞으로도킬러그녀많이사랑해주시고요。저희각자위치에서열심히할테니까많이많이응원해주세요。감사합니다。감사합니다。관객과감독그리고배우들이함께모여자유롭게소통할수있어더욱뜻깊었던부천국제판타스틱영화제관객중심의이색적인영화제가아니었나싶은데요내년에는더욱다양한작품들과행사들로다시만나기를바랄게요